今日は一部の人がちょっと苦手な食べ方をします。でも俺は好きなんだよね。うん、おいしい？おいしい。うん、うん、うん、やっぱその方が美味しいよね。うん、美味しそう。うん、うん、うん、俺もちょっとちょうだい。うん、あー、うまい。あうん、うまっ。うん、めっちゃうまい。おいしい。いいよね、翔ちゃんのそのめちゃくちゃ頬張って食べてさ、おいしそうに食べるの。なんか、うん、太ったって言われるのよね。うん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 。いやまあ、いやそうなんだけど、うん、間違ってはないんだけど、うん、一番多分聞かれるのはさ、同窓会とかさ、うん、久々会っとった人とかには、うん、そうね、言われるよね、きっとね。言われる。てかでもなんか俺そうやって一番最初に久々に会った人に太ったっていう人は好きじゃないな。俺が言わないようにしてる。ま、そうね。うん。いや、まあ、体重太ったんだけどさ、うん、なんか、太ったってことに対して、太ってこうした方がいいよ、ああした方がいいよ、病気気になるよとか、いろいろ心配してくれる太ったって言い方だったら、ああ、確かにな。っていう、うん、ああ、思ってくれてんだな。っていうのあるじゃん。そうね、心配してね。でもそうじゃなくて、太ったわらわらわらっていう、なんかちょっとバカにしてる、見下してる、はいはい、人ってたまにいるじゃない。いるいる。そういう人は嫌い。嫌い。嫌い。何が正解なんでしょう。太ったっていう言葉に対して、はいそうです、太りましたとか言ったらさ、うわとか言われるわけじゃん。開き直っちゃってとか言うでしょ。で、太ったって聞いて、うん、いいえそんなことないですとか言ったら、見た方がいいよ自分のこととか言うわけでしょ。何も正解ないのよ、太ったって言葉に対して。正解あります？教えてほしいです、言える人。なんだろうね、難しいね。なんか目の前で言えちゃう人とか嫌だな、うんうんうん、なんかよく目の前で言わなかったら悪口になる、うん、陰で言ってた悪口になるとか言うけど、うんうん、影で言ってた方がまだ嬉しいかな。だって目の前で言われたらどういう顔していいかわからない。ああ、まあ確かにね。そうね。うん。自分でもその痩せようと思う時とかってあって、うん、俺スーツ一着持ってんだけど、それがちょっと高いスーツだなの。それ18歳の時に買って、多分、どうだろう、うん。オーダーメイドで作った刺繍入りのやつだから、うん、それずっと着ようと思って、スーツを着る時は絶対痩せて、それを着てるの前、年。だから本当は良くないんだけど、でもその当時の18歳ぐらい多分っていうのは、多分すごく今よりまあ多分10キロぐらいは痩せてて、うんうんうん、でスーツ着るときはもうスーツ着る日っていうのは決まってるから、それまで例えば2週間とか3週間とかでもう一気に10キロとか痩せるタイプなの、うんうんうん、でそれで着ようと思ってる人なのいつも、うん、だからそれ着れてるから別にいいかなって思ってるの毎回。うん。うん。大事な時に痩せようと思うから。そうね。まあ何言ってもいいとは思うけど。それは良くないでしょ。何言ってもいいことはないでしょ。だって、なんか言うじゃん。言いたい人は言論の自由だなんだなって。ああ。ずるい言葉。ずるい言葉よ。太ったって言葉に対して正解なんてないのよ。要は普段から見下すってことでしょ、そういう人って。人、そんな人とね、同じ土俵にいる必要はないの。
無視しちゃえ。そうよ、嫌なこと言ってくる人はね、離れればいいだけ。でも気にしちゃうよね、言われた方は。気にするよね。気にするよ。久々会ってこの会話からスタートする人とかはちょっと、ああそういう話題しか引き出せないんだって思っちゃう。まあそうね、見た目で私は判断しますよって言ってるようなもんじゃん、うんうんうん、久々に会って太ったなんて言う人なんて。まあ判断する人は判断 していただいて、その世界で生きていけばいいと思うけど、うんうんうん、うん、私はそういう判断をする人ではないのでだってどういう原因で太ったかも分かんないじゃん。だってさ、親が不幸であってとかさ、何も分かんないのにさ、うんうんうん、じゃあその不幸な人とかがさ、うん、実は親が不幸があってちょっと食べたくて、もう食べるしかなくって、もう食べることしか今できなくって、うんうんうん、それでも食ってますけど、なんかいちいち言わないでしょ。そんな言う必要ないもん。そうね、そっちはそっちで、そう言われたらそう言われたら困るでしょだから言わないのよみんな。今自分辛いですけど、だから食べちゃうんです、なんか言わないんですよ。そうね、困るでしょ言われたら。だってだから言ってないのみんな。めっちゃキレてんじゃん。うん、誰に怒ってんのよ。まあ言った人ね、言った人に、ね、言ってる人に、うんうん、そうだぞ、気をつけろじゃあ私かわいそうなんでめっちゃ食ってます、いろいろありました実は、だから食べちゃいますって言ったらどういう反応しますか。すりのせいにすんなよとか言う人もいるでしょうね、きっとね。だからもうどうしようもないのよ、何言ったって言ったねだから同じ土俵に立つ必要はないの、そういう人は。人の気持ちなんか考えたことないんだから。そうね、そうだ、うん、ああおいしい、ああうまい、うん、もうなくなるじゃん。なくなるよ、早い早いでしょ、早いのよだからまあ変なことというか、うんうんうん、そういうこと言う人は、うん、必ずしもどこにでもいるから。そうね、負けないで本当に負けないで、うん、マジョリティに殺されないでほしいです。マジョリティ、向こうだって潰しにかかってんだからそうなの。そうよ、そうよ。そうなの。そうよ。潰されそうになってんの。潰しそうにしてるんだよ、結局。やば。そうなんだ。負けないで。気にしちゃダメよ。ね。はい。嫌なこと言ってくる人はいます。うん、性格で、でもその人の性格はいいよね、なんつって言うけど。うん。本当に性格悪い人はいます。うん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 、どんな育ちかわかんないけどでも俺なんてボロお化け屋敷に住んでた人だからそれでも生きてけます。そうよ、勝手に生きちゃうんです。子供だってそう、なんかいろいろ心配して、うんうんうん、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていうお母さんとかたくさんいるだって。うん、そうよね、久々に会った子に聞くと。なるほど、こうしなきゃいけない。でも勝手に育ちます、子供は。俺がそうでした。確かに確かに。勝手に育ちます。勝手に責任感とか、うんうんうん、親がしっかりしなかったら子供がしっかりします。確かに。割と。そういうの聞くよね。そう。うちの親なんてもう隣町にも行けないし、区役所とか書類関係も全部ダメでした。うん、だから高校とかの願書とか全部自分でやりました。はい、すごい。一人で新幹線乗ったりとか、そういうのも全部しました。だからどうやっても育ちます、自分で調べていきます。今なんてもう携帯もあるからね。ああ、まあ確かに。だから、うん、そうじゃなくて、うん、そんなに私しっかりしなきゃじゃなくても、うん、勝手に育っちゃうから、うん、うん、そんなに平気、人間って。なんだよ、よしよししたくなった。よしよし、もちまいちゃん、よしよし。嫌味で返したらダメなの、言ってきた人に。ダメ。あ、それはダメなの。それはダメ。自分が貧しくなる。うん。そうね。いや、なんで言ってやった方が良かったな、なんかっていうことっていう、すごくたくさんあるけど。うんうんうん。
すごくたくさんあるけど、でもそう一緒に言ってたら、うんうんうん、同じ土俵になっちゃうんで、ああ確かに言わなくていいです。そっかそっか、ニコニコしてればいいんです。ええ、まあそうね、うん、こっちがああだこうだ言ったとって、うんうんうん、向こうはもっともっとひねくれてきます。そういう人は大人だね、翔ちゃん、考え方が。うん。あ、美味しい。ごめんなさい。そんなに。こぼしてた？ああ。終わったの。終わらないよ、まだまだ。なんで休みの日に仕事しないといけないんだよ、もう邪魔るじゃん。あ、どうしたの？え、どうしたの？どうもしてないよ。いつまでもへこんでんじゃないよ。へこんでないだろ。しょうちゃん、しょうちゃんのままでいいよね。十分魅力的だから、しょうちゃん。